劇場版美しいカレーターナル大画面で浴びてきました。めっちゃ良かった。いやマジでめっちゃ良かった。まだ感想うまくまとまらないので、ネタバレなしでサクッと感想言います。まず清い。なんか終始可愛かった。あれ清いってこんな可愛かったっけ。いや今までも可愛かったけどこんなヒロインしてたっけ。乙女度上がってない。シーズン2でも思ったけど、八木流星さん明らかに演技うまくなったなぁと大画面で見たおかげか改めて実感した。こんなにヒロインで乙女なのにちゃんと唯一無二のキングだし、以前よりずっと表情豊かになって、この子ほんまにヒラに惚れてんだなっていうのがよくわかった。そしてヒラ、萩原陸さんもともと上手い方だなぁとは思ってたけど、マジですごかった。原作既読組としてはあのシーンは楽しみにしてたわけですけど、期待以上というか圧倒されたというか、ゾクッときました。萩原さん普段雑誌とか他のドラマだとあんなにかっこいいのに、ヒラになると途端にキモくなるのどういうバグなん。この二人ヤバすぎ、成長えぐい。また感想まとまったらちゃんとした感想動画あげます。まとまらなかったらあげないかもしれない。というわけで高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。